ごいね、先輩たち。一瞬でレスナちゃんを元気にしちゃった。ほんと、そうだよね。頭が上がらないや。オートに来れば、一人前になれるんじゃないかって、なんとなく思ってた。でも、そんなことないんだよね。ちゃんと頑張らないと、一人前にはなれない。うん。そうなのかもしれないね。そろそろ行こっか。ずっとここにいるのも危ないし。ん？ちょっと待った！植物たちが何か言ってる。うんうん。あ、なんだ。そういうことだったのか。え、いいのかい？なんて言ってるの？今までの様子がおかしかったのは、さっきの魔物が怖かったからなんだってさ。それで、それを倒してくれたお礼がしたいって。ほら、こっちに来ておくれよ。なんだろう。これは、レスナちゃん、これってもしかして。うん、間違いないよ。依頼書にあったもう一つの植物。やったー。君たちの役に立つのが、その子の願いなんだってさ。連れてってやっておくれよ。この子の願い。はい、大事に持ち帰りますね。これで今度こそ目標達成だね。よかったじゃないか。結果的にこうして夜まで探し回ったのは正解だったよ。ありがとうございます。気遣っていただいて。おかげで、いろんなことを勉強できた気がします。ふぅ、全部終わって一安心。なんだかお腹が空いてきちゃった。お目覚めようっと。あ、ずるい！今のこれは、ただの美味しい飴だからね。